乾杯。お疲れお年玉ちょうだい。早いな。お年玉ちょうだい。俺一番年長者か。そうです。あ、そう。お年玉をください。お年玉の前にお前にはあげるものがあるけど、まだあげてないもんね。何を？お祝いかな。まだあげてないの？うん、他の流れで言うと、あの大崎さん、うん、お前にはいつかお祝いあげだなって言いながら銀座行って、銀座のお姉ちゃんが、アッキー何その子供生まれたのおめでとうっつって、お祝いに入れちゃおうよっつって、ああ入れるわっつって、そのお姉ちゃんに入れてるのを見たことある。お仕事帰りにいつもの店に集まるメンバー、今宵も友達引き連れて4名様がいらっしゃい。さあ何の話題で盛り上がるのか。おめでとうございますね、いろいろと ね。いや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 、今年もね、いい年であればいいなと。そうか、だってこれが放送されてるのはもう2月です。そうですよ、2月か。もう、もう世の中バレンタインデーうんぬんやってる時期だよ。僕がこれがオンエアされたわけですよね。うわー、お久しぶりです。あ、お来たです。お久しぶりです。ちょっと大丈夫、忙しいんじゃない、バレンタイン前にしてトラックの用意とかね。そのチョコとのアイドルじゃないから。そんなことのアイドルじゃないよ。大丈夫、その届くわけでしょ、もうチョコ、メダルの形のチョコとか。相当抵抗が来るの。25パイと30パイで届くわけでしょ。やっぱそれは安静取る。いや、来てほしいね。えで負けてんすか、相変わらず。ん、相変わらず負けてんすか。バカだな、だいぶ勝ってるよ。だいぶえ、それはなんか前に英樹くんが来てくれて教えてもらって、それを活かしてとかってこと。いや、もちろんだからそれからデータもちゃんとね、見るようになりましたけど、やっぱデータがないともうなんか何も打てない時、何も打てない。やっぱね、クランキーセレブレーション、ね、打つんじゃねえよ。何もないっつって、今自分で何もないっつったんだから。カメラがついてたりみたいなね。ああなるほど、そういうこと。打たないといけん時あるでしょ、はい。いやいや、我々は打たないもんね、カメラあったってね。固くなに打たない。固くなに打たない。お前ら特殊やろ。じゃあ、まあルールがあって打たなきゃいけない時の最低限打つって言ったら何打つの？ださっきのクランキーはまだちょっとギリギリわかんない。で、そのなんかノーマルに引くんだったら、その最後の方だもん。結構ギリギリまで頑張る。頑張る。だからその ART とかエティキで。あ、朝一番で事故れと思って打つ。事故れと思って打つ、うん、勝つことがもう事故ること。まあ、とりあえずちゃんとあのデータとか見てます。あ、じゃあそれなりにやれてる。全部見てます。お前は、お前やっててんだろ。赤いやつパチロボはやってる、はい、もう教えてもらったから下ろしてそのまま忘れて。違うよ、まあね、もっと 見たちゃんとパチロボでね、深くいくとね、気づくんですよ、全員が。あらっていうところに、そっから先はね、勝つために非常に重要なものになるわけですよ。そっから先にさえも行ってない私。まず秋山さん、どうにかして。データロボサイトセブンって知ってます？知ってますね、うん、知ってますね、うんうん、投げたもう諦め、うん、バサーンバサーンと入ったり。あれ本当にね、すごいさらに深く見れるサイトなんですよ、うんうん、そうです。それは知ってて、でもなんかこう登録してくださいみたいなのが出るから、うん、そこまでは俺も言ってたの。確かにね、あのなんだろうなっていうぐらい。パチロボ自体は無料だからあれですけど、確かにあっちは有料、うん、ただ有料なだけの情報量なんですよ。やっぱ設定狙いのプロの人は活用度がね、もちろん使ってる、はい、むしろ1日で多分見なかったりが多分ないぐらい。そんなに？毎日見ますよ。これはね、本当に使い方を覚えると超絶便利です、うん、実際ホールさんに行って見ると、まあ、1台ずつこう 見ていかなきゃいけないじゃないですか、うんうんうん、だからこのデータログサイト7はそのマイジャグラーっていう項目を押して、あの大当たり一覧っていうのを押すと、うん、あのこうなんていうんですか、スクロール全部こう何番台ビッグバケこうでとかで、合算がいくらいくらっていうのまで見れる、うん、打ってる人のやつも見れるし、はい、初めて行く店舗なのに、もう行く前にもうそのある程度傾向というか、うん、なんとこう狙い台を絞っていけるっていう。そうだ、ね、
これで見れんじゃん。いやもう全然違います。これよりも、これよりも、これだって3日間見れるぜ。3日間、全然よりも。サイト7のはあの最大で1週間。使いこなせます。僕こなせますよ。難しくない。でさらに前日のやめゲーム数からないから全部見れる。そうですね。閉店チェックに行く必要なしだからね。閉店チェック一人じゃいっぱい行けないもんね。そうだ、そう無理だし、うん、すごい。なんか今俺から行ったのに正論ぶつけられてびっくりしたね。ね、俺が普通に行ったのに。閉店チェック行ったことあんのかとまず思ったけど俺。あ、あるよ。何しに、とりあえずなんか行ったらいいのかなと思って。ただ閉店のマニアでホールに入ってあげるの。閉店具合をチェックした感じだ。これでもいいの、あの10日間お試しみたいなやつ。あ、もうとりあえず、まあ、最悪それでも全然、うん、スタートここからでもいいですか。とりあえずね。じゃあまた教わっちゃいます。いろいろ使い方。だからまあ1個だけあれなんですけど、あの教えますけどちゃんとせえよってことだけ思ってます、ね、未来日記の件も。未来日記の件やっぱ何持ってるね。あったね。何でも成長のあれが見れなかった。教えた瞬間から成長しなかったっていうか、教えた瞬間に放棄されたじゃあ落とします。ちゃんとじゃあ登録しますよ、はい、僕らも大丈夫ですね、はい、じゃあもう明日7時で出た。7時で前も早かったですね。7時俺来た時、だいぶ驚かなくなった。もうこれが当たり前ですか。さあやってきました。さあやってきたよ。どうした、頑張れお前。朝だぞお前。やれるかお前。まあとにかく今回は、データロボの、はい、サイト7を見て、はい、立ち回るということで、はい、準備はいいですか。完璧です。できてますか。大丈夫です。これ入ってこうなっちゃったら何の意味もないからね。スタート。これだけ見てね、うん、あの台を前にしてここにデータ機あんのにこれでこうやんのはやめてね。やるやる。だってもうやるもん。可能性あります、ね、それは意味ない。私今言われなかったらやってるかもしれない。あの使い方だけ間違えないように間違えます。本当ね、にわかにこうくくりが俺が入ってるのが嫌だ。もう前回言ってた例のやつすごく嫌だ。じゃあ今回はにわかからの脱却、脱却を目指して頑張ります。そして今回あのパチスローを覚えるところから、はい、頑張ります。レバーを叩けるようになるといいですね。ぎこちなくなく叩けるようになるといいですね。はい、さあそれではじゃあ早速実践の方いきますか。はい、はいはい、ということで実践開始。90、87。開いてた。ここでリセットされてたとして400で80なんで500なんであと100ダメかな。いやまあいい、いやいいよ、任せるよ。いやわかんないけどね。いやでもそういう風にそのデータロボを使うのはいいことだと思う、うん、使い方はとりあえず大丈夫。使い方は大丈夫、うん、じゃあとりあえずこれいいんじゃ、いいんじゃ、うん、これ一応データロボで見た限り時々前日ゼロやめ的な台はなかったんで、本当はね時々がいいんですよ朝一は。ただもう全部終わってますね。先輩は今日はもうお決めになられてるんですか、ここ入ってサイト7いじってたら秋山君にまた。いやだからオープニングでちょっと焦ったんですよね。俺もそうなるぞみたいな。ちょっと待ってとは。打ったことないんですけど、まあ、1クラフトワークス打ったことはないんですけど台の使用だけ知ってて、はい、あのプチボーナス終了時がプチボーナスがもしも単発で終わった後ってだから次回が5周期以内に絶対当たるっていう仕組みなんですよ。前日プチボーナス単発終わりの今日、181ゲームやめなんで多分1周期か2周期は丸々回してるんで3周くらいでまあ間違いなく当たる性欲やったら。で変更だと最悪確か、7周期かなか6周期の中にちょっと詳しいのは後で調べますけど、まあ、最悪短縮されるっていう。へえ。でも打ったことがないんでちょっと怖い。もう本当大変だなって思いますね。プライベートだったら間違いなく調べながら打ちますよ。間違いなくって絶対打ちますけど、カメラ通すとね、こんな気にしないでいいんですって。カメラ通すとね怖いんですよ。いいんですって、あの子見てくださいよ、ね、履歴見たら前日80ゲームやめでよくわかんない窓枠ですよ、はい、あれ。いや本当にねこういう人が一番パチスロ楽しんでる気もします。とりあえずは栗拾いしてるんじゃないかな。まあ可能性はあります、ね、あいた。何してんの。台押さえました。ナイス、押さえてナイス。
今のところこのメンバーで台を抑えてるの山内くんだけです。スロット魔法少女マドカマギカ2で、その前日もゼロで前々日の終了ゲームみたいないろいろ込みでリセットしてれば500いくつです足したらみたいな。あだからあと100ゲームで要はリセット天井なわけですよ。そこで前々日からの据え置きだったらってことみたいな話なんですよ。まあ、今日リセットされてれば結構ちょっと寒いかなって感じですけど、あと100でそれが分かるし、でもそれ超えちゃったら前々日リセットしてない、ま、パターンだとして据え置きだったらもう600だから追うしかないじゃないですか。だからどっちにしろ打つしかなくなるよねこの台っていう話をして今打ってもらってるんで、まあリセットかどうかの判断ついたらこっちがそれの情報を使って動けばいいかなって、打てばいいじゃんっつっていいよいいよっつって迂回のごとく、はい、駒にしてますね。今だから打ってくれてるんでいいね、転がしてるね。あとは我々は待機するだけなんです。全然もうちょうど今100ぐらいです。あ、多分そうだと思うんで、あ、じゃあ見に行こうよ、はい、すごいっすね、こんな後ろで露骨にね見られたら嫌ですよね。502ゲーム。あ、これ、これ天井、これ天井、そこでしょ。いよいよ越しはしないです。到達して。いよいよ越しはしないね。どっかで変えたんだね。そうですね。まあ、いじったりはするってことですね。これで、まあ、我々はまだ負けてないんでね。そうだね。大事なのはこれなんですよ。ちょいちょいいじってるっていうのも分かった、はい、負けてない、うん、みんなめっちゃ見に来て去っていったんだけど、じゃあこれいつリセットされてるんだろう、分かんないや。はい、いろいろね、あの回転してからもかれこれで1時間ぐらい経っちゃうんですけども、まあ、考えてちょっとウィッチクラフトワークスにしてみました。というのも、前日最後に当たったボーナスが、レギュラーとで、レギュラー単発で終わった場合、次回周期が、天井年が5周期 になる最大で、最悪あの設定変更すると7周期が最大天井なので、そこも保険に入れて打ちたいなと思います。ボードが上がりましたね。まあネクストチャンスになると、この次回までの周期のポイントが分かる。当たりましたね、まあ、もしかしたら酔い越しだと、まあ、4周期目なのか3周期目なのかっていうのはちょっと分かんないけど、これはレギュラーかな。ああビッグになった、ノーマルビッグかな、まあ、クラウトワークスワークボーナス。さあちょっと調べます。お遅いよリプレイ5連からのゴッドゲーム、たまたまです。まだ投資が7点だからプラスになればとりあえずねしのいだということで先生に褒めてもらおう。ちょっとプライベート、いやプライベートじゃねえわ見てるんですよ、見てるんですよ。打つ台がない時にホール内はうろうろしないで休んでても
探せ、サボってるわけじゃないですよ、探してんだから。失敗したよ秋山先生、ダメだった。やめたの？なんで？多分今朝リセットだったんじゃないかなっていうね。あの窓マギって遊戯データ見れるじゃないですか、うん、ちょっと回ってたから。何ゲームでやめたの？何ゲームでやめたの？100ちょい、100何ゲームか。あと100ってやめようか。なんで？とりあえずあと100ってやめた方がいいと思う。なんで？なんで？俺が打つから。やだよバカじゃん、ハイエナ。あと100回して打ってくれたら一応 俺が打つことにしよう。俺がいける範囲の狙える範囲のハイエナ代ってこと？今ね結構ガチで調べてるんですけどなかなかないですね。なんでそういうことすんの？ちょっと痛い、取った。まあ、まあ見て分かる通りなんですけど、まあ酔い越しで600、酔い越しですね。でまあ600回ってるんで、まあ一応プラスなんで、この台打ちたいと思います。酔い越しであればプラスなんで、はい。よし。ということで、実践したいと思いますけど、これまず大事なことは、全然実はリセットしてないってことなんですよ。ここでリセットして据え置きだったら OK だけどダメだった。ただリセットしてないと見れば600ハマりで、前日リセットしたとして見ても今日まあ200ゲーム弱なんで、当日リセット以外は全然期待値プラスになるんで、打ちます。いやラッキーっすね、誰っすかねやめた人は、いやよっしゃ、さあですよ、先に ART 入れますね。いやもういいんだよ別にボーナス引いてもなんも、いやちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、おお大したことなかったんだ。さあリセットがどうか分かんないっすまあ ART なんだ、頑張ろう。これ多分ですけど15枚役で5個乗ってるんですよ。ってことはやっちゃってると思います。もうすでに今6個乗っけてます。ほら8個目これで乗るから。ってことはやばい G ゾーンだよ。 G ゾーンじゃねえや、もうテンパりすぎててやばい SGG です。ほら花見、ほら11個目、ほらもうおかしいもん。ほら14個目、ああ終わった。14個、いや本当はねなかなかこんなことしないんですけど、他に打つエナ代もないんでね。さあ B 花打ちますか。いやちょっとだけなんか見てこようかな。854、うわこれダブルで使えばかなりいけるな。ホールでずっと座っていながらデータ見れるね。ああこれで終わりかでも。ああまた同じのが出たんで、で一応あの天国周期にいた場合、あの定性定だった場合でも、まあ、約5割ほどあの天国のループに期待ができるので、おそらくさっきのが天国周期だとすれば、また同じエンド画面が出てるんで、まあ押し組みなんですけど、通常 B 上下なんでもう一回ループする可能性がありますね。天国は、
悪気はないんだよ悪気はないんだって、悪気はないんだけどやっちゃった。いやーごめんなさいね、本当に皆さんお待たせしちゃう、これ申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない、ありがとうございます。やったー、マイデータ取っててよかった、すげえ自慢しよう。久しぶりだな城見たの。これで23だから確か28か29連まで行きます。あと20発ぐらいある、どうやらですねカメラの撮影隊が、撤収を始めたようです。なので私居残りのようですね。でこれが終わり次第、いつものお店へ向かうと、一人寂しく向かうというわけでございます。どうぞ。間に合うかな俺。よいしょ。いやーお疲れした、お疲れした、お疲れした、お疲れました。いやさあいかがでした。私あの使い方を教えてもらってから、はい、それをちゃんと見るまでの時間があと1日欲しかった。どういうことですか。そのちゃんと使い方も慣れて、うん、どこ見るとかも分かってっていうんだったら、あきっと便利な、いやそうだよ、ちょっと有意義なあの、うん、待ち時間並び時間とかを過ごせる気がしたかな。そうそうそう、確かに。勝つだけじゃなくてね、その、うん、楽しみ方の一つとして、うん、まあもちろん全然使えるからね、時間の使い方が、はい、うん、いいのかなって、ね、今日上手にって言われるとちょっとなあ。だってこれが遅れて持ってきたよね自分で。いやもう頼んどいたらもう本当申し訳ないから、もうマイクつけたらもうすぐお願いしますっつって。なに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 、これ足は死んだんじゃないですか。死んでねえし。いやいなかったんでね。どうしたんですか、なんかこんな時間までスタッフを待たせて。あ、なんか楽しいことありました。楽しいことだと、もう帰ってくる時もマイデータ取ったから、はいはいはい、ずっと一人でマイデータ見てたの。投稿しちゃって、うん、投稿はまだ早いよなとか言ってたね。まあ確かにまだ早いよ、どうしよっかなみたいな。使いこなして、パチロも使いこなして。いやもうドキドキワクワク。いやまあじゃあとりあえずだから一応だ、枚数は聞いときます。何枚出たかの枚数だけもらっていいですか。枚数はですね13,364枚でございます。ドンペリでいいですか。ドンペリください。だってほらここにさ特別な日にって書いてあるじゃん。ドンペリニョン知ってる。そういうのもそういうの言われると思ってたけど絶対嫌だからね。でもそのミリオンゴッド神々の凱旋を、はい、なぜ打ったかっていう話になるわけですよね。そうですね、はい、ちゃんと理由がありますよ。まずはじめにいろいろデータを見まして、はい、このお店はノーマルが、まあ、そこそこあると。で結果クランキーをまあちょっと打つわけですよ、いろいろ見た結果ね。あ、打ったんですね。まあ子役カチカチしますと、うん、まあ、全然回してないんだけど、うん、子役が全て上寄りだったので。何件回したんですか。ね、200件回してないぐらい。エイ君あれは信頼度どうなの。いやもうほぼゼロです。わかんないやんか。若い子に言われてんだから。走ってる方がいいだろ子役は。ほぼゼロですね。ほぼゼロって言われたね。綺麗に直ったんだけど、うん、あのまだ全然クランキーそんなに急がないでもいいかなと。あーこれを手放してでも、まあ、そう他の方に、うん、で凱旋をね打った理由としては凱旋の初当たりが非常に早い人がいっぱいいたわけ。朝一リセットでキンキンテンパってくれたらいいかなと、うん、いいんじゃないのと思ったら、うん、出ちゃった。だまあクランキーまでは全然俺らが教えたデータロボサイズ7の話だったんだけど、途中からね、どうした、うん、適当な。いやいやいや、凱旋はだってほらリセット狙いあるでしょ。凱旋ね、リセット狙いしてるやつはいないよね。だからでも今回大事なのは、はい、データロボサイズ7どう使えたかなんですよ。そうですね、もうこれはもうどうでもいいんで、はい、その件に関しては全く使えてないです。まあでも朝一のそのクランキーの座る根拠は見出せたってことですよね。出せた、はい、だから今後だから同じようなことで言うと普通の初めて行くホールさんで、うん、
あ強そうなのあるじゃん使ってそうじゃんっていうのと、うん、プラス1週間もやるとなんか前の日をなんか結構確率悪いのが次の日いい、うん、また悪いいい、あもう俺もう上げれないでいいんじゃないかとか、まあ、一番早いのは水泳とかいい台が連チャンしてるとかが見やすいんで、うん、それすごい思った。あの3日間は見れるじゃん、はい、あ大当たりの履歴だよね、はい、3日間見れるじゃんパチロコで。いや7日ってでけえな。いやそうです、7日は本当でかい、ま、要は店の1週間分の癖みたいなもんですからね、うん、あれ見るだけで。まあでもほらいろいろ教えてもらったわけじゃないですか、うん、もうね、な前回で、なんだ、ビグも教わって、うん、今回サイドセブン教わったんですけど、はい、まあ、前回よりかは僕らは成長したかなと思うんで、ね、私これやだ、ちょっともう一回ゆっくり前日の夜とかに見たい。もうそれはお任せ、見方がひどかったから、はい、ちゃんと見て、はい、だからそうちゃんと見て、その生半可な知識でやるとそのハイエナに取られるよっていうのも勉強になったところだと思うんですよ。あ、まあ、そうか、そう今日はそうそう、なんか初めて、うん、こう後からこいつがバカだな母みたいな人に取られたのでちょっと悔しいな。俺はだから打つ台なくて打つ台なくて座ってたら向こうからやめて歩いてきたから来たっつってやめたっつってあの忘れてるかもしれないんだけど前回おきどきえなられたのこの人だからね。知ってる、うん、ああそうだそうだそうだ、うん、だからどうせ使いこなせないやつはまあでもなんかそう、ね、見慣れないからちょっと、ね、なんすかね、やっぱ見方をちゃんと覚えなんすか、チンパンジーにハイテク機器渡してもまあ使いこなせなかったらしょうがねっていうかね、なんか今日僕そっち行ってますえ、待ってたまたま出ただけそれはちょっと許さない。来た来た来たあれ来た、許さない許さない。いや、なんで俺ちゃんとたまたま出ただけだろ、お前出玉以外にちゃんとサイト7のデータ見て、うん、ノーマル強いとか、はい、いろいろ言ってたでしょ、はい、俺、うん、私見方を間違えただけだから、だからそれがダメなんですね。だからその時点で俺そっち行っていいっていう話だろここまでその要はパチロボだったりリグマだったりそのデータロボサイズ7だったりって教えてきて、はい、もうねもう勝てるでしょって話だもんね、まあ、普通に基礎はできたのかなっていう気がします、ね、あとはその初めて行くお店でも、うん、その中手探りで分かんないから適当な打つがなくなることになると思うんですよね。それは多分相当いいことだと思うんですよ。いや勉強になるね。でも本当面白いねデータ見んのね。いや本当ですよ。だすごいのはパチンコ台じゃないじゃないですか、うん、パチンコパチの台じゃなくてデータ機の話じゃないですか。今そのデータ機データロボだったり、ね、サイトのだあの台のこの演出面白いなじゃなくてあの台にこれついてるから、ねね、行ってマイデータ取ってうわこれ良かったなみたいな、うん、別にだから今回凱旋じゃなくても別にまんまいどうのこうのとかなくても出りゃ出たでそれがデータだし負けたら負けデータもそれだし、でもこれパチンコも いけるじゃないですか。いける。だか天下一戦とかね、あ確かに ああいう一発だけ、あとはまあ跳ね物とか、はい、とかはまあ言ったらまあジャグラーとかに近い数値じゃないですけど、うんうん、その要はグラフ的に見れば、うん、ノーマルタイプみたいな感じで見れればね全然確かにそれは、うん、いいとは思う。いろいろ勉強になりましたんでちょっとね、はい、これを活用して、そうですよ、いいでしょ、我々は向上していきたいと思います。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。処理したい初めてのパターンだ。勝って早く帰りたい早く終わらせて遊びに行きたいん多分若者にあの人勝って帰りたいじゃないですか一番年長者がよバッサあの人ちょっと浮かれてんじゃないですかみたいなまだまだ話し足りない嫁様、この続きはまたの機会。それでは皆様ごきげんよう。